縦15センチ、横15センチの折り紙を用意します。半分に折って折り目をつけていきます。開いてまた半分に折って折り目をつけていきます。真ん中の線に合わせて折ります。もう片方も真ん中の線に合わせて折っていきます。真ん中の線で折ります。真ん中の線に合わせて折り目をつけます。反対側も同じく折り目をつけます。折り紙の向きは開く方です。広げて潰すように折ります。このように折ります。反対側も同じように折ります。潰して折っていきます。反対側も同じように折っていきます。潰して折ります。左側の上の方の折り紙を持って折り上げていきます。右側も同じように折り上げていきます。裏返します。点線で折ります。完成です。お友達に船の帆の部分をつかんで目をつぶってもらいます。下の部分を折り下げるとあっという間に船の帆の部分が移動してしまいました。